越谷市のテレビ広報番組越谷コレクション、越コレディスカバリーでは旧日光街道でひときわ目立っているあのお店の正体に迫る。店内にあった意外なものとは一体何ですか？越コレスマイルでは越谷市に住む外国人をサポートする団体をご紹介します。越谷コレクション。リポーターの大野ひろみです。水と緑と太陽に恵まれ新しい街づくりが進む街越谷市。この番組はまだ知られていない越谷市の魅力を発信していきます。まずはじめはこちらのコーナーから。越谷ディスカバリー。このコーナーでは越谷市内の企業や飲食店をご紹介。世界に通じる技術を持つ企業や人気の飲食店にスポットを当て越谷市の魅力を発見するコーナーです。今回は越谷市の地域活性化の拠点があると聞いてやってきました。お、素敵なカフェがあります。こんにちは。こんにちは。ようこそカフェ803お越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、この方は伊橋淳さん。カフェ803を運営する株式会社まちづくり越谷の代表を務めています。ここは昔800の喜ぶと書いて八起きという乾物屋さんだったんです。でそこをですねうまくリノベーションいたしましてカフェにいたしました。裏に3つ蔵がありまして、で803ということでカフェの名前にいたしました。すごい、なんか一度聞いたら忘れられない名前ですよね。はい、ありがとうございます。じゃあぜひ中お参りください。ありがとうございます。はい、わあ、広くて素敵な店内ですね。カフェ803は2016年12月にオープンしたコミュニティカフェ。代表の伊橋さんが越谷の街を元気にしたいという思いでオープンさせました。広い店内を利用して様々なワークショップやギャラリーが開催されている、多くの方に親しまれている空間です。おー、ケーキがたくさんありますね。パフェ、ワッフル、アイスクリーム、もう美味しそうなものばかりですね。はい、パンもたくさん種類がありまして、コッペパンや惣菜パン、デニッシュですとか期間限定のパンもございます。すごい、じゃあちょっとレアなパンをいただけるかもしれない。そうです。はい、あ、伊橋さん、はい、こちらは何ですか？はい、こちらは越谷で作られた兜なんです。大河ドラマ、今年は徳川家康なので家康モデルの兜なんです。越谷は兜有名なんですか？有名です。越谷の甲冑や兜の産地なんです。すごい、かっこいいですね。はい、こちらのスペースには絵、それから像、たくさん展示してありますね。はい、今は山口さんという方のご家族の作品展示しておりまして、地元の中学校の生徒さんの作品とか、あと書道教室の皆さんの作品とか、いろんな方々の展示をカフェの方でやっています。たまたま来た方がすごくいい作品に出会えるような、そういう機会を与えられればと思っています。すごい素敵ですね。ご縁がつながっていくような感じですね。そうですね。こんにちは。すいません、ちょっとお邪魔してもいいですか？お店の雰囲気はいかがですか？おもちゃがあるのが助かりますね。確かに今すでにたくさんのおもちゃで遊んでいらっしゃる。この辺りにはこういったお子さんと一緒に安心して楽しめるお食事する場所とかってあるんですかね？ネットとかで探しても子供が遊べるおもちゃあるところは少ないんで、すごい助かってます。カフェ803おすすめの玄米あんぱんになります。こちらのあんこは地元の岡野製菓さんのあんこを使っています。いただきます。おー、粒あんですね。中にたくさん入ってます。おいしい。やっぱりあんこの甘さが上品ですね。そしてまたさらにこのごまの香ばしさも合わさってめちゃくちゃ美味しいです。伊橋さんを中心に越谷市の地域活性化を目指しているまちづくり越谷。カフェ事業の他にも人材育成事業、レンタルオフィス事業を行っています。なんでこのようにさまざまな事業を行っていらっしゃるんですか？ここの旧日光街道沿いでお店を構えて僕が8代目なんですよ。
昔はやっぱりもっとたくさんお店があって賑やかだったなっていうのはすごくやっぱり思い出に残ってますので、元の賑わいを戻したいなっていうことでいろいろ事業を始めました。人材育成事業にも力を入れていると伺ったんですが、どんなことをしているんでしょうか。自分は商店会属してますけど、なかなか元気が出ないんですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、我々で元気な人を育て上げて、なんとか町のために力貸してよっていうか、そのために育成事業をやっている。いろんな育成をする中で、会社を起こしたいとか新しいビジネスを起こしたいっていうような方に、ご自身の事業のレベルアップにつなげていただきたいということで、レンタルオフィス事業をやってます。今お話しいただいた事業の他にも、越谷市観光協会とタイアップしたイベントがあると伺ったんですが、どんなイベントですか。越谷わざ博というイベントなんですけれども、わざ博、はい、越谷はいろいろそのものづくりとか、ワークショップをやる方がたくさんいるので、そういった方々 の、 そのお披露目になるようなイベントできないかっていうのがおったんで、少人数でワークショップをやる、そういった講座をたくさんパッケージにして、越谷市内全域で約1ヶ月間イベントとしてやろうっていう初の試みだったんですけれども、140以上の講座が手を挙げていただいて、すごい数ですね。やりたいやりたいっていうことで盛り上がって、で今年おかげさまで4回目っていうことで迎えることができました。では最後に、今後の展望ですとか、伊橋さんの夢、こう未来のお話お聞かせいただけますか。僕はその越谷ってどんな街って聞かれた時に、融合する街だと思っていまして、古い伝統のあるお祭り未だにやってる、なおかつレイクタウンのような新しい商業施設もあって、そんないろんな文化が、うまく溶け合って融合されたすごくいい住みやすい街なので、皆さんでその街を好きになってほしいなっていうのが、夢といえば夢ですね。ありがとうございます。伊橋さんの越谷市に対する好きの気持ちとか愛がたくさん伝わってまいりました。今日はありがとうございました。カフェ803は東武スカイツリーライン越谷駅から徒歩8分、駐車場もございますので、お車でお越しの際はご利用ください。皆さんもぜひカフェ803で新たな越谷市の魅力を発見してみてください。越谷リセット体操。越谷リセット体操は日頃の疲れや姿勢の悪化をリセットする体操です。今回は胸リセット体操を行います。この体操は胸を広げて背筋を伸ばし、猫背の予防に効果があります。立っている方は左手を正面の壁につけます。座っている方は左手を前方のテーブルに肘を伸ばして乗せます。続いて右手を左の肩に乗せて準備完了です。そして右肘を左肘に近づけるように胸を十分に絞り込みます。そこで5秒間保持します。 1,2,3,4,5。 次に左手は壁またはテーブルについたまま、右後ろを指さすようにしっかり胸を開いて5秒間保持します。 1,2,3,4,5。 ゆっくり戻り、この動きをあと2セット繰り返します。また右手を左肩に乗せて胸を絞ります。 1,2,3,4,5。 また右後ろに胸を開きます。1,2,3,4,5。 あと1セット行います。また右手を左肩に乗せて胸を絞り込みます。 1,2,3,4,5。 ゆっくり右後ろに胸を開きます。 1,2,3,4,5。 ゆっくり戻ります。次に右と左を入れ替えて行います。立っている方は右手を正面の壁につけます。そして左肘を右肘に近づけるように胸を十分に絞り込みます。 1,2,3,4,5。
ゆっくり左後ろに胸を開きます。1、2、3、4、5。この動きをあと2セット繰り返します。また左手を右の肩に乗せて胸を絞ります。1、2、3、4、5。ゆっくり左後ろに胸を開きます。1、2、3、4、5。次が最後の1セットです。左手を右の肩に乗せて胸を絞ります。1、2、3、4、5。しっかり左後ろに胸を開きます。1、2、3、4、5。ゆっくり戻り楽にしてください。以上が胸リセット体操です。以上で今回の体操を終わります。越谷リセット体操は YouTube の越谷市公式チャンネルでも配信していますので、ぜひご覧ください。ここでスマイル。越谷市内で活動する皆さんの笑顔を紹介するコシコレスマイル。今回ご紹介するのは一般社団法人多文化共生コスモ越谷。外国の方を支援する団体として2021年に設立しました。日本の生活情報を伝えたり、困りごとの相談など、外国の方へのサポート活動を通じて、地域の多文化共生社会を目指します。主な活動といたしまして、多文化理解、交流、サポート、3つの柱があります。多文化理解の中では、主に講座をやってまいりました。コロナに関する外国人との関わりの講座、次の年は難民に関する講座、また日本語という意味での講座等もやっております。交流は2021年に留学生と高校生との交流会を Zoom で行いました。サポートにつきましては、就職支援やコロナについての勉強会などを今まで行ってきております。いろんな事業をやりたいなと皆さんで考えます。考えた後で、じゃあこの事業をどうやって実現すればいいのか、それが実現したとき、それが一番嬉しいなと思います。外国の方をサポートするためボランティア養成の講座も行っています。あんまり外国の方と関わる機会っていうのは、なかなかないと思うので、しっかりこういう機会を通して、いろんな方とコミュニケーションを取るっていうことが大事だなっていうのを改めて実感しました。地域の多文化共生社会のため新たな取り組みも検討中です。今年度、越谷グローバルマップということを考えております。外国の方が一体どこにいて何をしているのか、また越谷市内には雑貨店、飲食店とたくさんのお店があります。こういったマップ作りを通しまして、日本人が自ら外国の方の方に足を運び、多文化共生社会につながる、そんなことを目指しながら今活動しております。国籍や文化を超え、お互いを知ることから始める多文化共生コスモ越谷の皆さん、その一歩が思いやりにあふれた地域につながると信じ、今後もさまざまなサポートを続けていきます。